札幌の黒ラベルを2缶飲んで、うん、黒霧島のロックを2杯ぐらい飲んで、で今さっき本当にさっきハイボール開けたんですよ。ね、早くさ、早く出したくないの？ねってば、ねえ、早く出しなさいってば。うわ、びっくりした。トイレの電気消そう。トイレの電気消すのが仕事なんだ。トイレの電気消すの大好き。やったね、よかった、よかった、汗全部吸い取ってきた。何言ってんの、そんな私のことで興奮しちゃってんの。チェー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 オーファイボインボインとか始めたらどうする。今行っちゃいそう。あ、行く行く。雪を開けちゃうよ。開けていいの、ほら開けるよ、開けちゃうよ、ほら恥ずかしいところ開けちゃうよ、ほらほらこっちに来ないよ、ほらほら。何そんなとこにずっとあってね、エッチだね、本当にエッチだね。そんなところにずっとあって何気持ちよくなりたいの。いいよ、こっち来て、ほら。あ、エッチな顔してんじゃん。待って、どこに行くか忘れちゃった。エッチだね。待って、どこに行くのこれ。ねえ、ほら、どこに行くか忘れちゃったよね。何、あ、行きたいんでしょ、ほらほら、早く行きたいんでしょ。ねえ、行きたいならほら早くついてきてよ。ね、ほら、ここすごい濡れてるよ、ここね、すごいいっぱい濡れてるって。こうどうしてほしいの、ほら行ってみな。さあ、どこ突っ込んでほしいから、ほら行ってみ、ほら、どこ突っ込んでほしいの、ほら。ねえ、そんなびちょびちょになってどこ突っ込んでほしいの。ねえ、こんなエッチな体になってどうしたの。ほら、こっち来てみなよ。ねえ、ほら、エッチな体してさ、ねえ、どこ行きたいのね。1023で歌っただけじゃ全然物足りない体になっちゃったんだね。それ誰に教えてもらったの、ほら、誰に教えてもらったの。Thank you for playing. ありがとうございます。うん、めちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございます。うん、楽しかった。ストーリー理解できた？全然理解できてない。